こんにちは、インドスキャグの川島です。本日もハグ幼稚園の様子を実況してまいります。この子は、すごい細身で有名のイタリアングレーハウンドの、ビスタンですね。はい、ムキムキしてるんですけど、これ本気でなんか噛みに来るらしく、ちょっと服の着脱をしつこく練習してるんですけれども、一応こっちでもちょっとこう嫌なね雰囲気出して、ガブーとまでは来ないんですけど、ちょっとやめろよみたいな感じでこう歯出てくることがあったので、もうこれ1日10回以上ですね、もう毎日毎日こう服を脱がせは着させ脱がせは着させを繰り返し、どういう着せ方がこの子は一番いいかというところを研究しながらこうやってる状態ですね。でちょっとね、服もね何種類かお預かりさせていただいて、フードがあるタイプとないタイプと、ね、ちょっとお預かりさせてもらってたんですけど、ちょっとサイズが全体的に小さくてですね、ちょっとなかなかこう入れづらかったりとか着づらかったりとかしてるんですけど、まあ、それでもちゃんと待ってねいられるようにちょっと練習を繰り返してます。で、まあ、このフードを着てる服が、フードがついてる服ですねが一番着させやすかったので、ちょっとこの服で練習してるんですけど、あと何と言ってもかっこいいですよね、一番ね。はい、まあ、本人は別に何でもいいと思ってると思うんですけど、でフードがあるとこう頭の上からこうズボッとこう抜くことができたので、フードがない服だとちょっとここがねてんやわんやになっちゃったので、あ、これはフードがあった方がいいなというところでフードをついてるのをやらせてます。でこの子のちょっと特徴が、服を着せるときなんかは結構比較的おとなしくしてくれてるんですけど、脱がせるときと、あと脱いだ後にその自分の乳がついてるからか、すごいその服に執着するんですよね。でその服をこう噛みに来ることがあったので、それは待ての指示とかでちょっと徹底して待たせるように、脱がした後にその結構皆さんやると思うんですけど、そのリード噛むからとかって言って、リードを後ろに隠してみたりだとか、まあ、もちろん服を噛むから服を後ろに隠しちゃうとか、まあ、犬に届かない高い位置に上げちゃうとか、そういう風にやるとこう特別なものだっていう認識が犬につくので、余計にそのものを追ってくるようになるんですね。なのでほら噛めようぐらいな感じで正面にやって、でその噛むこと自体いけませんよっていう指導をしていただく必要があります。はい、ちょっとそこは注意しながらやっていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。